はい、はい、皆さんどうもごきげんよう、キョキです。本日来ているのはここ内房線は木更津駅。いやー、にしてもこの木更津駅の駅舎はなんか新潟駅の旧駅舎にそっくりだなというふうに思うんですが、突然ですが皆さん、こちらの線路をご覧ください。なんか枕木は木でできていて、もうレールはサビサビになってしまっていますが、この内房線の横の線路、実は50年前くらいまで使用されていた線路なんです。おー、こうして見るといかに使用されていないかっていうのがよくわかりますね。なんかもう草が枯れちゃって線路の上で朽ち果てていますけれども、実はこの線路、航空自衛隊、それから陸上自衛隊の基地の方まで続いていた線路なわけなんです。木更津から北方面にずっと伸びているみたいなので、今回はこの線路をたどっていって、一体どこに続いているのか、その様子をしっかりと見ていきましょう。本日もよろしくお願いいたします。お、さあ、そしてこの千葉方面も列車が変わりつつありますね。可愛らしい、こう引いてみるとその両数の短さっていうのがよくわかります。そして木更津駅のこのホームの長さ、かつては115系とかで結構長い編成、そしてさらにその前は長い長編成の優等列車なんかも東京から来ていた、その名残が伺えます。さあ、木更津駅を出発です。この列車は蘇我だったりとか千葉方面北行きの上り列車なわけなんですが、ほら、ちゃんとありますね、左側の線路。草木がもう生い茂っていますが、ちゃんと河川柱はこの線路をカバーした分結構広めに敷かれています。そして正面の踏切ご覧いただきますと、これどうやら配線部分がこう白いフェンスが取り付けられていて道路になっているみたいですね。踏切がかかっているのは現在使用されている線路のみ。そして右の方に分岐していく一本の線路がありましたが、木更津から東方面へは JR の久留里線なんかも伸びていますね。そして、お、まだでもかろうじて線路が見えますけれども、もうこの辺りまで来るとだいぶもう草が生い茂っちゃって線路がもう見えなくなってしまっているんです。でですよ、これ注目していただきたいのが、この先今正面に青信号が見えると思いますが、ちょうどあの辺りで線路3本分だった河川柱が一気にこれ2本に縮小されているわけなんです。左の線路はこれ1977年に廃止されて、で多分今走行している2本分の河川柱も77年以降に作られたのか、結構河川柱新しいような気がしますね。あ、そして見えた、これ左の方にうっすら今線路が見えましたけれども、やっぱりこの区間は河川柱の外側にまだね線路配線跡が伸びています。でちょうどこの道路との交点あたりで、かつての旧線はさらに左側の方に消えてしまいました。ちょうどこの辺りのポイントで、今度この本線から航空自衛隊の基地と、それから陸上自衛隊の基地、各2方面にさらに線路が分岐していたらしいですね。そしてしばらくするとこの先、木更津から一駅先の岩根駅に到着をいたします。これ209系の窓とかも、これもう車窓楽しめなくなっちゃってますね。もう白いもやのようなものがかかっていて、京浜東北線時代からずっと活躍をしている車両なので、もう結構ガタが来ております。ではでは、この岩根駅までの全面展望をまずご覧いただいた後、ここから木更津駅からその配線の様子を実際に下車して細かく見ていきましょう。さあ、来ました、先ほどの木更津駅を出発してすぐ北側にある踏切ですね。おお、なんかこうくるんとカーブした線路ですけれども、この線路ももう当分使用されていないみたいですかね。なんかここ車両を整備する基地、なんかこう人間が車両の下に入ってなんか整備ができそうな、そんな施設もあります。しかもこれ鉄道柵見ていただくと、異様にこれ内側のスペースがかなり広大な面積が確保されております。木更津も結構歴史があって、開業は1912年、今からなんとね110年も前、明治45年、当時は国鉄の木更津線ってやつが、今の内房線にあたる路線が蘇我の方から線路を伸ばしてきたばかりで、木更津が南側の終点、房総半島の方まで線路はつながっていなかったみたいです。こっち河川のないホームは短い久留里線のホームですが、久留里線の方も1912年に開業している結構老舗路線だったりします。
時刻はもう夕方ということもあって、この時間帯の内房線の両数は長いですね。8両ぐらいかな。元京浜東北線の209系が未だに頑張っています。やっぱりここら辺周辺だと久留里線とも交わるし、一応乗り換え駅、主要駅でもあるので、電流線、列車を放置できるような線路が結構敷かれていて、木更津駅周辺広大な敷地になっています。で、ここまでが内房線の線路で、でこれが今使用されている遮断機、そしてありました今回のお目当ての配線跡。ほらもうなんか草に覆われてますけれども、ちゃんとその姿形を残しています。内房線の本線とかは、特急列車が高速で通過走ったりもするわけなんで、枕木がコンクリートとかのものに変えられてますけれども、こっちは古いやつですよ。枕木っていうのはこのレールを支えるやつなんですが、下のやつはこれ木造木でできていて、一部はもうなんかもう配線からだいぶ経ったのか朽ち果ててるようにも思いますね。これ多分この自衛隊の引き込み線、この線路が廃止された後に踏切が少し内側にこう狭められて、この線路が通っていた部分は道路に転用されたんでしょう。おお、そして来た来た、可愛らしいな。これたった2両編成の短い電車、電車ではありませんね、これ機動車ですけれども、久留里線がやってきました。この機動車大国房総半島と言われた中で、 JR のもう房総半島の機動車非電化区間ってもうこの久留里線ぐらいですよね。いや、機動車らしからぬ見た目、なんか電車みたいな見た目してますけど、この久留里線といえば一昔前、数年前まで走っていた電車がすごいギョロッとした目で食パンみたいな見た目をしてたんで印象的でしたが、そういった古い列車も引退済み。今度北方面、岩根方面を見ると、なんかここで不自然に線路が分岐しているわけですね。河川もやっぱりこの配線跡のところを覆うような形で結構横幅広めに確保されています。そしてここで地図をご覧いただきたいんですが、この木更津駅から北側に行くところに陸上自衛隊の基地、木更津飛行場が少し北、西寄りのところに設置されており、さらに北の方、今度は木更津の本当に真北の方にこれ航空自衛隊の基地が設置をされているわけですね。今回紹介するその配線跡はその2つの基地にそれぞれ伸びており、途中で分岐、陸上自衛隊の基地の方に伸びるのが江川線で、航空自衛隊の方まっすぐ進むのが高柳線とかつては呼ばれていたみたいなんです。おお、ちょっとこれ配線跡関係ありませんけれども、線路がここぶった切られてしまっているわけですね。木更津の方から線路が伸びていて、で多分向こうの内房線の方から今度久留里線の方に直通する線路だったんでしょうかね。多分今だとこの内房線と久留里線との線路はつながっておらず、ただかつて1960年代ぐらいまでは千葉駅の方から久留里線の方に入る直通列車なんかも運転をされていたみたいなんですね。さあ、そしてさっきの木更津駅から少し北側のところに来ましたけれども、おまだまだ手前側に自衛隊専用線が残っています。これ上の方から見ると結構ね分かりやすいんですよ。ほら、もう明らかにね、これね、河川中の幅がおかしいわけですね。これ木更津方面から下り列車に乗車をして、で車窓の右側ボケっと眺めていると、もう明らかにね、この右側だけスペースが空いている様子がねよくわかりますからね。これ車窓見ててもね、結構面白い車窓なんですけれども、そしてこちらが久留里線、カーブして東側の方に進んでいくわけなんですが、やっぱりなんかこう河川がないんで、ちょっと久留里線の方がチャッチく見えますね。ちょうど僕の立っているあたりが跨線橋になっていて、久留里線と内房線の分岐あたりでは、そもそもこの線路が続いている木更津駐屯地ってもともと何なのかっていうと、現在では陸上自衛隊の基地なんですが、もともと昭和11年に木更津海軍航空隊っていうのが発足をして、その辺りからずっと飛行場として使用されているみたいなんです。本当この線路自体いつ敷設されたのかっていうのは定かではないんですが、仮にその航空隊が発足した昭和11年1936年から使用されているのだとしたら、戦前からずっと使用され続けていた路線ということになりますからね。太平洋戦争中は本土のこの空を防衛する拠点となっており、映画にもなった沖縄の激戦地、
硫黄島の方に飛ばす飛行機なんかを発着させていた、そういった歴史もあるみたいなんです。お、さっきの久留里線が今度また千葉県の内陸方面に向けて出発。いや、可愛らしいですねこれ。新しそうな機動車が走っていきます。さあ、ちょっと余談が過ぎちゃいましたが、またさらに北側の方に移動。そうするとまだ線路が残っているわけなんですが、この廃線跡がもう河川柱の外側にはみ出してしまっているわけですね。この河川柱も新しそうなので、多分廃線になってから新しく取り付けられた後、そして信号機と思われる中、機器類がですね、この廃線上に存在をしていて、既存のこの河川柱の外側にあるっていうのがまた面白いですよね。ここら辺もすごいのもコンクリートで埋められてしまっております。で、この踏切も位置関係的にやっぱりこの廃線跡の外側にあるんで、この線路が活躍していた当時からある踏切なんでしょうかね。まあ、少なくとも機器類は新しく交換されているものの、位置はもしかしたら変わらないのかもしれませんね。まだこんな感じで急線、それから内房線、この2つが並走してますが、この奥がね、結構面白いことになっているわけなんです。それがこちら、じゃーん。うわー、すごい。これちょっと川のようなものが流れてるんですが、その上にかかるこれですよ。これが急線跡。しかもこれ2つあって、本線から見て外側にあるこちらの線が陸上自衛隊の基地の方に伸びている廃線跡。ほら、線路はね、反対側の方にはありますが、もう橋の上には、これ橋桁っていうんですかね、このちょっと短いですけれども、この橋桁の部分しか残っておらず、線路はもうだいぶ前に撤去されてしまっている様子。そしてこっち、この陸上自衛隊とそれから内防線の線路に挟まれたこれこそが、今度航空自衛隊の基地の方に伸びる廃線跡。奥にはちゃんと線路が残っておりまして、ここら辺ね、国有地の看板がここに掲げられているわけですね。この線路の近くはまだ国有地、払い下げはされていないものの、少し先に進んでくると、ここも自衛隊の線路跡なんですが、一部奥の方はね、もうソーラーパネルなんかが敷かれているわけですよ。ちょっと車でさらに奥の方を見ていきたいんですが、これ正面にたくさんのソーラーパネルがあります。このソーラーパネルがある部分に、かつてのその陸上自衛隊の廃線跡が走っていたらしいんですね。今でもこれもう民家、新しい一軒家なんかが建っていますが、ちょうどこのルートですね、このまっすぐ続いているこの道路の左側、急線跡、これご覧いただきますと、1本だけ、ほら、ここら辺は綺麗な道路の区画になっているんですが、1本だけすごい斜めに通っている道路があって、それこそが廃線跡ということになります。ちょうど民家なので、そんなにがっつり映すことはちょっとできませんが、この小道の左側、この部分がかつての急線跡。まあ、さすがにこの廃線跡ずっと放置しててもしょうがないでしょうから、線路から離れたここら辺周辺の部分は民間に払い下げられて、ソーラーパネル等々で有効活用しているんでしょうね。そして一軒家が途切れると、また直線上のスペースには、ほら、ソーラーパネルが置かれてます。あからさまですねこれ。まあ、でもこれあるあるっちゃあるあるでしょうね。なんかここら辺の地域ってそんなに人口が密集してるわけでもなく、建物はまばらなので、こういうふうに土地が余ってても、どういうふうに有効活用するかっていうのは、その方法には限りがあるわけで、まあ、大体こういう廃線跡とかってソーラーパネルが置かれる、なんかもしくはコインパーキング、駐車場とかになっていたりするもんですよね。結構廃線跡をこの動画を投稿するにあたって巡ることが増えてきて、傾向がね、なんかつかめてきたような感じもします。向こうの方にあるびっしりとしたソーラーパネル、そしてその延長線上には陸上自衛隊の基地があるわけですね。ほら、さすがにもうフェンスで仕切られているので、多分かつては基地の方まで線路は伸びていたんでしょうけれども、目視で確認する感じだと中の方に線路はもう残っていないような感じがしますね。ここで一旦この周辺の地図をご覧いただきたいんですが、こうして見てみると、もう明らかで内房線よりもこの左側の陸上自衛隊の基地の方に、こう放物線を描くような感じで伸びている道路が一本だけあるわけですね。これこそが廃線跡ですね、陸軍の基地の方に続く。そしてもう一つ注目すべきは、この陸軍の専用線と内房線の間、まっすぐ内房線に沿うように来た、ちょっと黒くなっている
航空自衛隊の基地の方に進む道路があります。これこそが航空自衛隊高柳線という専用線の跡地ということになります。では早速見に行きましょう。わあ、いきなりすげえな。これ線路がこれ丸々残っています。しかもこれ水の上、なんか水路の上を走っていたからなのか、このように橋脚っていうんですかね、コンクリートの線路を支える部分が未だに残っているわけなんです。ちょうど奥の方に若干河川柱見えますが、正面の工事現場、この資材置き場のさらに奥の方に内房線が通っています。そしてこれ、いやいやいや、線路が土に埋もれています。ただ撤去されておらず、ちゃんとねこういう風に残っているわけですね。一応すぐ横には工場あるんで、ここ工場の駐車場かなと思ったら、これ国有地って書いてありますよね。もう誰が所有している土地なのかよく分かりませんけど、まあ、ただ配線跡のこの線路の上に普通にこれ車なんかが止められています。これ大丈夫なのかなと思いながら、そしてこの線路は道路を作るためにコンクリート、アスファルトかなんかで舗装されてますけれども、その先にもずっと続いています。枕木を見ると今の内房線、さっきお見せした内房線の線路とは対照的なボロボロの木でできた枕木が使用されているわけなんですね。ここから先道路に沿ってちょうど急線だった部分は駐車場、もしくは空き地っぽいような形になっています。1977年廃止ということで、まあ、そこまでめちゃくちゃ古いってわけでもないので、インターネットのコメントとか見てると、確かにこの貨物線、この線路上を貨物列車が走っていた時、そのシーンをね見たことがあるぞという方もね複数名いらっしゃるみたいで、そしてこれを辿っていくと、ここもすっかり道が敷かれていますけれども、多分ここら辺が踏切だったポイントでしょうかね。線路を横断するように道路が敷かれ、そして並行するように内房線の電車が走っています。さっきの陸上自衛隊江川線の方は結構カーブを描いてましたが、こっちはほぼ内房線と沿ってまっすぐ進み、そして奥の方にフェンスが設けられていますが、道路を挟んださらに奥の方に見えている建物、あれが航空自衛隊の基地となっており、基地の方まで線路が続いています。先ほどの高柳線とそれから航空自衛隊の基地の間には、今車で走っている道路がちょうど横を分断するような形で走っているわけです。今木更津方面に向かって車で走っていますが、ちょうどこの辺りで線路が分断されており、フェンスがこのようにして道路からもろに見ることができます。ちょうどここから奥の方、自衛隊基地の方につながっていたようですが、基地の方にはまたこっち航空自衛隊の基地の方も線路が残っている形跡は見当たりませんでした。というわけで本日は木更津の廃線跡をご紹介していきました。ありがとうございました。